はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。皆さん、新イベント始まりました。イベント攻略の方はいかがでしょうか。まあ、今回のイベントはですね、まあ、難易度ね、まあ、裏マップの強敵が比較的ね特攻なしで倒せるので簡単かと思いきや、実はこの気まぐれゲートの魔の攻略の方がむっちゃ難しいみたいな感じでですね、まあ、ちょっと炎上気味にはなってます。まあ、火星のねイベントだけに炎上ということで、まあ、運営もうまいこと言うよね。わざと運営はねこう炎上させてるんじゃないかみたいな感じにはなってきてますけども、まあそんなこと言ってもですねやるしかありませんよということで、まあ、初日ガチャちょっと遅くはなりましたけども回していきたいなと思います。まあ、今回はですねラインナップを見る限り火星のアス、もうこれ一択です。もうこれを取らなければ攻略不可能。逆にですねアスを取れば、まあちょっと他のキャラはね置いといても、まあ曲がりなりにも一応ですねイベントは楽しめるんじゃないのかなと思います。まあ後のキャラは取っても取らなくても楽しめないというか、まあ、まあ微妙な感じにはなるんですけども、もうとりあえずねデスマース欲しいんで行くしかありませんよ。確率見ていきましょうか。火星のアスは 0.6%、 そしてマーズ野行 0.4 ということで、まあこれはね確率はかなり厳しいんですけども、まあ行くしかないでしょう。もちろん秘策があります。そうなんです、最近ですね、まあ僕が爆死続きなのはね最近秘策を使ってないからなんじゃないのかっていうね、まあコメント欄でもありましたよ。ということでやっていきます。今回はですねこの銀河ウォッチイベントシリーズということで、まあ宇宙だけにですね星食べよまろやか塩味、こちらを食べてですね神引きしていきたいなと思います。なんか今さオリジナルグッズが当たる抽選でということで、そちらもね狙っていきます。なんかランチボックスとトートバッグが当たるらしいということで、まあガチャで爆死してもここでワンチャンあるのか。いや何が爆死だよ。この星食べよってね、この星の形をしたねお菓子なんですけども、見た目可愛いよね。で意外と美味しいんだよねこのあっさり感。なんかビールが合いそうです。なんかお米のね風味がね美味しい。それではガチャ回していきたいなと思います。10連いきます。当たり前じゃないですか。さあ神引きでですね走りたい。前回が大爆死だっただけに、今回は火星のアスをあっさり引いてイベント上がりたいなと思ってます。さあマジで来てほしい。今回の久々の気まぐれゲートなんでちょっとね楽しみたいんですよ。やっぱり特攻いるよね。いきます。お願いします。来たぜ。今おっと虹が2つ。これちょっとマジで来たんじゃない。マジでこれはダブルゼータ以上確定ということで、まあ、くれくれパトラなのか、まあ、清流なのか、いや、でもここはですね、やっぱり高め引きたいね。ランク UZ もしくはトリプルゼータ、もしくは両方ね。今回はですね、だから火星のアス、そしてですね、まあ、トリプルゼータは火星のヤギオ、こちらがですね、まあ、灼熱の間に対する特攻があるんで、僕はですねもう裏マップの強敵は倒せています。なので魔の特攻がやっぱり欲しい。灼熱の魔の特攻ね。なのでここは今回はサクッと上がりたい。さあ今回ここでですね火星のアス、そして火星のヤギオを引いてしまえばあとは追加のイザナミを待つのみということで、ゆっくりとイベント攻略がね楽しめます。さあ行きます。まあこれは止まるっしょ。そして高めが来るのか安めが来るのかということですよ。ダブルゼータ祭りはやめてほしいね。さあ前回の負けを取り戻すでいきます。さあ緊張してきた。やっぱりですねなんだかんだ言ってさあれだよ、秘策はねマジで秘策なんですよ。やってみてくださいよ。いきますよ。あっと来たー、来たよ。ニジカプお願いします。高めおっとダブルゼータ火星の清流、まあでもこれアツガルルへの特攻、そしてこの油の間、油の間油風呂の間の特攻なんで
今回ね、油風呂の間もねかなり難しいんで、この特攻はいいでしょう。さあ、しかも初日なんで技レベル、妖怪レベル上がっていきます。さあ、来たぜ来たぜ来たぜ。まあ言っても 1.5% だからね、まあ、1.5% でハマることもあるんでいいでしょう。水と相反する炎の力、そのために役立てようということで、来たぜ来たぜ。さあ、この中青龍、火星の青龍、青くねえぜっていうね、まあ、微妙なんですけども。さあ、そしてこちら、さあ、ここで火星のアスを引けば上がりです。いきます。さあ、緊張してきました。さあ、かぶりのねダブル青龍はやめてほしい。止まれば新キャラ。いきます。さあ、マジ緊張するわ。うっ、あっと、ダブル青龍、マジでマジで言ってんの。しかも微妙に技レベル上がる。マジでか。まあでも言っても 1.5% 引けたんでいいんじゃないでしょうか。やっぱり秘策はね、効果あるよ。まあ普通に美味しいしね、干し食べよ、なんかビールとか合いそうです。さあ、とりあえずね、イベント走るわ。さあ、皆様ですね、今回の初日ガチャこれマジで回そうか回そうまいか迷う人多いかと思うんだけど、まあでもイベント攻略を目指すのであれば、もう回すしかないでしょ。迷ってらんないよね。ということで、何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そして爆死報告全然 OK です。コメント欄で教えてほしいなと思います。とりあえずイベント攻略走っていきます。それではですね、イベント攻略やっていきます。さあ、現在の状況なんですけども、イベントクエスト半分ぐらい、そして魔の攻略の方はですね、まあ、なかなかご褒美の魔出ませんね。さあ、こんなパーティーでまずは攻略やっていきます。さあ、ゲットした火星の青龍使っていきましょうか。全消し単体攻撃プラス3種類の妖怪プニを整理する。そしてスキルは非常に強力ですね。魔では使いやすいスキル。さあ、そして攻撃力アップ、土偶石膏を使っていきます。デカプニを作る、焼き餅使っていきます。そして一つ目小僧、これ意外と強いんですよ。力餅使っていきます。さあ、厚ガルルのステージ。さあ、ここ特殊能力があるので、まあもともとですね、そんなに難しいステージではないんですけども、これこの新しい青龍あれば非常に簡単にクリアできるんじゃないでしょうか。スキルもね、なかなか、まあダブルゼータランクではあるんだけど、まあ、結構強力なダブルスキルかなと思います。まあちょっとなかなかね、今ダブルゼータ育成しにくいけどねなかなか活躍する場がないんで、最近なんかランク縛りもね、あまり少なくなってきて、活躍の場がなくなってきました。さあ、ワンフィーバーでいきます。このアツガルルのステージはバフ、攻撃力アップが使えるんで、攻撃力アップをね、うまく使ってやると非常に簡単にクリアできるんじゃないでしょうか。2回打ちでいきます。100万ダメージ超え、すげえな。最近特攻が半端なく強い。いきましたね、アツガルル。さあ、そして星集めもね、やっていきます。さあ、ゲートいきましょうか。今回のゲートはポジティブに捉えればやりがいがあります。灼熱の魔レアレベル5いきます。さあ、ゴージャスマーキュリー使っていきます。そしてミカリン使っていきます。ミカリンプラス8凸です。これ好きなんですよ、キャラ的にね、可愛いよね。そして水星のジバニャン、こちらもかなり強キャラです。暴走炎魔岩井使っていきます。サボりがあります。10秒。
さだんだんですね難しくなってきてやばいです。やっぱり特攻火星のアスいるよね、もしくは火星の野行でもワンチャンいけるのかなとは思っていますけども、さあワンフィーバーでいきます。さあおそらくね今後もこの銀河イベントしばらく続くと思うんで、とりあえず多分全ての太陽系の惑星出てくるまでは続くんじゃないでしょうか。さあでかいボーナス玉を作る。さあ必殺技連発していくぜ。20万か、結構えぐいな。さあこれでいったかミカリン、いきましたね。なんとか倒せました。やばい、これはちょっと次のレベルあたりでやばいね。早めに出したいところ。そして81ポイント、意外と稼げるよね。